この動画では路線バスを利用して長崎空港からハウステンボスまでの行き方をご案内します。長崎空港でのバス乗車券の購入場所、バス乗り場はご覧の通り。到着ゲートを出てすぐの出口をご利用ください。バスは現金でも乗車できますが、事前に乗車券を購入しておくことをお勧めします。ハウステンボスまでの乗車時間はおよそ1時間です。乗車口は車両前方。ドアが開いたら整理券を取って乗車してください。The next stop is Houston Bosch. For your safety, please fasten your seat belt. 目的地アナウンスが流れたら降車ボタンを押します。次、止まります。降車口は前方。車両が止まってから席をお立ちください。降車時に運賃を支払います。現金でお支払いの方は整理券の番号と車両前方の運賃表示をご確認ください。お支払いは乗車券または現金を運転席横の運賃箱へ。整理券と一緒に投入してから降車してください。ハウステンボスに到着しました。ハウステンボスはどんなところ？詳しくは動画の概要欄からご確認ください。皆さんもぜひ路線バスを利用して海風の国佐世保を満喫してくださいね。